おお、おはよう。元気？今日も頑張るぞ。佐賀に移籍したばかりの頃は驚きの連続でした。なぜかみんな内側を開けて走るし、パドックでは回る方向を間違えた。建物も設備もマジ昭和で、働いてる人たちはまるで近所のおじちゃんおばちゃん。でも不思議と居心地がいいんです。いっぱい食べろよ。よそから来た俺を家族のように受け入れてくれました。頑張れよ。はい、惜しかったね。次行こう。九州のホースマンは熱い人ばかりです。九州から強い馬を出す夢を追い続けています。でも俺は知ってます。中津と荒尾が廃止されて九州競馬がなくなりかけたことを。ここ10年ぐらい前まではもう本当に生きるか死ぬかの状況だったもんで。佐賀競馬が元気になったのは、九州が好きで九州で勝負したいと歯を食いしばって頑張ってきたみんながいたから。そして声援を送り続けてくれたあったかいファンがいたから。だからここまで来れたんだ。日本に誇れる歴史ある馬事文化と大自然に囲まれた九州の地で、俺はもっと強くなりたい。この人たちと一緒に走って勝つ喜びを知ってしまったから。六郎さん、ありがとうね。頑張ったね。九州に佐賀に来てよかった。さあ一緒に行こうぜ。九州競馬の底力はこんなもんじゃねえ。俺たちの夢はまだまだこっからだ。九州競馬はあったかくて熱くて最高ばい。